突然だが霊夢、料理は好きか？てんやもの最高。ということで今回はこちら。難しい方の斉藤くん。すべてはここから始まる。主人公の斉藤は、高校生ながら人生プランを立てていた。それは最終的に富裕層向けの、訪問調理人になることであったが、まずはここで首席卒業するという目的があった。この学校、大鹿高校食品調理科は、過去に著名な調理人を輩出しているからであった。今ここに斉藤の人生が幕を開ける、といった始まりだ。タイトルの難しい方ってどういう意味なの？それはこいつの名前に由来する。名前が斉藤善斗って言うんだ。漢字が難しいってことね。そして難しい方があるということは、当然簡単な方も存在する。それがこっちの斉藤だ。名前は斉藤愛。この二人で物語を紡ぐ形になる。んで、こいつは優秀であらゆる物事に、選ばれて夢を叶えようとするんだけど、斉藤が阻んできちゃうんだ。こっちの斉藤は優秀なんだね。実家がフレンチのお店をやってるからな。生まれながらにエリートじゃん。本人は実家について思うところがあるがな。そんな一癖も二癖もある斉藤たちが、自身の夢に邁進しながら、時に周りの生徒たちと衝突したり、揉めたりしながらも、生徒や先生たちと研鑽し、お互いに成長していく話だ。舞台は三重県。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。